沢崎敏和は、千葉県千葉市若葉区出身の元プロ野球選手。現在は、広島東洋カープ3軍投手育成コーチ。1990年3月に、千葉市立三津は体中学校を卒業。私学館高等学校から、青山学院大学へ進み、4年春のリーグ戦で、MVP と最優秀投手に選ばれ、日米大学野球代表に選出される。 1996年の全日本アマチュア野球王座決定戦でも、住友金属を下し、アマチュアの一投手となった。東都大学リーグ通算45試合登板、18勝9敗、防御率2.09204脱三振。最優秀投手2回、ベストナイン2回。大学の同級生に、井口忠人、倉屋、信二、清水紹介らがいる。 1996年度ドラフト会議にて、広島東洋カープから1位指名を受けて入団。1位が、沢崎で2位が、黒田博樹だった。抜群のコントロールとスライダーを武器に1年目の1997年シーズンは12勝を上げ、新人王を獲得。3年目の1999年シーズンには、ストッパーとして14セーブを上げるが、2000年2001年と、 右肘を故障に見舞われる。2003年2004年は中継ぎで40試合近く登板したが、2005年に再び故障。同年のシーズン終了後、故障が元で自由契約となり、そのまま現役を引退。同年に引退した小林美恵と共に、翌年2006年に投手コーチに就任。初年度は三軍コーチだったものの、 清川栄治の対談に伴い2007年からは1軍投資コーチを担当2009年からはまた3軍投資コーチに戻る2011年からは2軍投資コーチを担当2006年4月からは広島 FM の Do the Carp という番組に出演また同期入団で黒田より1軍定着が早かったが今では黒田を一番尊敬する投手ですねと褒めたたえた 2007年3月5日に広島市民球場で行われた紅白戦で先発した小山田康弘の後他に投げる予定の投手がいなかったことからコーチでありながら紅白戦で登板し1回を批判第一無失点に抑える。本人曰く冗談だと思っていた。誰も投球練習していないので本当によれかよとびっくりした。 何とかストライクを入れようと集中していたとのこと。2020年のシーズンより13年ぶりとなる一軍、投資コーチを担当することになる。2008年9月4日、ありがとうございます。